乱幾次郎作。匂いの事件。一。太陽が葉の薄くなった街路樹を通して暖かく輝いていた。銀座のペーブメントには影がくっきりと落ちて行き交う人々の足取りも軽やかである。まあ。 そんな声に、ひょいと前を見ると、すらりとした様相の貝花子が、白い手を口のあたりにあげながら、立ち止まっていた。ああ、花ちゃん、しばらく。そう言ってから藤岡は、ちょっと照れたように頬を歪めて、すぐ、本当にしばらくでしたね。と、急いで付け加えた。 本当に三年ぶりくらいだった。しかし、その三年くらい前には、同じ事務所に働く社員と、同じ事務員としての、ほんのたまに、一緒にお茶を飲むくらいの付き合いであったし、いつも、カイさん、カイさんと呼んでいて、花ちゃんなどと呼んだことは一度もなかった。それが、数年ぶりに銀座でばったり会って、 途端に慣れ慣れしい言葉を無意識に吐いた自分自身に、藤岡は照れてしまったのである。しかもこの前には一向にパッとしなかった彼女で、いつ辞めたのかも気に留めなかった花子なのに、今そこに立って彼を思い出してくれた女性は、下てのいいブラウスとスカートをぴったりと着こなし、 雪ずりの目をそばだたせるほどに美しかった。やっぱり藤岡さんでしたのね。彼女は、もし人違いだったら急いで口を押さえようとしていたかのように、そのあげていた白い手をにっこりと下ろした。ずっと元気で。ええ、ありがとう。おかげさまで。藤岡さんもお変わりなくて。 相変わらずですよ。一向うだつが上がんないで。まあ。しかし、花子さんは、まるで見違えるようだな。あら、なぜとてもスマートになっちゃった。あら、大変。でも、やっぱり勤めてるのよ。おう、どこへいいとこ。そうだろうな。 勤めているようには見えないもん。秘書してるのよ。ちょっと妙な仕事なの。あの、お暇あって彼女は覗き込むような目をすると。ちょっとこの先で待ち合わせる約束があるの。お差し支えなかったらどう差し支えはないけど、しかし、 お待ち合わせの邪魔じゃないですか進まんなあ,あら、花子そんな悪いことしないわ。ちょうどお目にかかったのも幸い、お願いしたいことがあんの。花子は昔よりもその要望とともに明るさも増していたようである。屈託のない足取りで先に立っていった。 に通りに面した2階のボックスに腰をかけ、コーヒーが2つ運ばれてくると、それを一すすりした花子は、今流行っているらしい、その大型な四角いハンドバッグを開け、コンパクトとルージュの間から、1枚の名刺を抜き取って、こういう仕事なの。藤岡が受け取ってみると、貝花子。 という名の方に、日本工学研究所とすり込まれてあった。何ですかこの工学というのは、匂いの学よ。つまり、匂いに関することを研究しているところなの。匂いに関するって言うと、藤岡は、さっき花子が、 妙な仕事の秘書をしていると言った。その妙な仕事という意味が少し飲み込めたような気がした。なんて言ったらいいかしら。ちょっと一口には言えないのよ。けど、その一つに、匂いに名前をつけるっていうことやってるわ。名前をつけるええ、だって。 匂いには名前がないでしょ色には赤とか黄とか紫とかいろんな名があるのに、匂いの方にはアルコールのような匂いとかコーヒーのような匂いとか、のようなというぼんやりした分け方しかないじゃないの。そうでしょそれではっきりした名をつける必要があるというわけなの。ははあ なるほど。それで今度、あら、花子が急に腰を浮かしたので、藤岡もはっとそちらを見ると、反白の髪の毛をきれいに分けた黒っぽい洋服の老心士が、腰を浮かせた二人を制するように手を振って近づいてきた。所長さんよ、と花子。その老心士は、 柔らかい物腰で一遊しながら、彼女の隣に腰を下ろした。藤岡も目礼して、じゃあお邪魔しました。また。と立ちかけると、あら、いいのよいいのよ。お差し支えなかったら、もう少しいてくださらない花子は手を振って止め、所長の方を振り返ると、あの、 いつかお話しした藤岡さんですの。ちょうどばったりお会いしたもんですから。ああ、そうでしたか。お話はかねて伺っていました。老紳士は花子の言葉をすぐ引き取って、よろしかったら、ちょっとお願いがあるのですが、私、こういうものです。出された名刺には、 所長の肩書きと、池村章二郎という名がすってあった。藤岡は慌て気味な手つきで、自分も名刺を引っ張り出して、その池村氏の前に押しやりながら、どうぞよろしく。しかし、お願いと言われましても、一向微力な僕では。いやいや、池村氏は、 王行に手を振って、広告の方ではエキスパートでいられるそうで、そういうお方にぜひお力添え願いたいのです。広告藤岡はちらりと花子の方を見た。花子は指先でつついたようなくぼを見せながら目をパチパチさせていた。こいつ、 と思いながら、なるほど、勤めの方では広告をやっていますが、別にエキスパートというほどの、いや、そう謙遜には及びませんよ。この会さんから伺っています。バツバツの広告はいつも感心して拝見していますから、そんなことを、藤岡は、 また花子の方を見た。彼女は知らん顔をして、わざとそっぽを向いていた。けれどその片頬には、相変わらずえくぼが散りばめられていた。みんな行っちまったんですね。花子の横顔を見ていると思わず苦笑がこみ上がってきた。事実。 バツバツの製品の薬品広告は、ほとんど藤岡一人がやっていた。しかも藤岡の手にかかると、ありふれた具にもつかない胃腸薬が、天来の特効薬のごとくに交際を放つのである。胃腸が良くなれば栄養が良くなる。栄養が良くなれば他の病気も良くなるという三段論法で、 胃腸薬はすべて廃病の薬になるわけであり、広告も腕を振るう余地があるのだけれど、さてこの池村氏は、どんな広告を頼むつもりであろうか。実は、私どもでお願いしようという広告薬は、これから発表する最新式医療法なんでして、つまり、 熱が出たからピラミドンを含むとか、飯が喉を通らないからブドウ糖を注射して栄養を持たすとか、そういった旧来の医療法とは全然別の方法なんです。早く申せば医療法の一大革命というわけなんで、それだけに最初の宣伝をうまくやらんといかんですからね。 シナの宋時代や朝鮮の高麗時代に使われていた当賃が、宣伝すれば今日どんどん売れるという、つまりそれですよ。はは、すると、どういう療法なんです廃病に効くんならきっと出ますよ。効くんです。それが確実に効くんだから愉快じゃありませんか。そうだ。 ここであんまり長話も何ですから、よろしかったらちょっと一緒に来ていただけませんか実際に見ていただいた方がお互いに話いいし、実験してあげますから。実験って僕は肺病じゃありませんよはははは、<laughs> そういうわけじゃないわよ。よろしいでしょいらしても。 そりゃあ何も時間は自由なんだけど。なに、すぐそこですよ。池村氏はもう立ってしまった。藤岡は花子に誘われて、別に断る理由もなかった。三。なるほど近いらしく、池村所長は銀座通りを東に折れて、 先に立って歩いて行った。藤岡は花子と並んで、すぐそれに続きながら、人々の見返るほど美しい花子と肩を並べていることが、楽しくもあった。何か用があったんじゃないんですかあらどうしてでも、ぱったりあってそれっきり。 パッタリあったからよかったのよ。本当は藤岡さんをお尋ねしようと思って出てきたんですもん。所長さんと打ち合わせて。事務所へ行って、なんて言って藤岡さんを呼び出そうか、思っていたら、ひょっこり歩いてくるじゃないの。やっぱりご縁があんのね。変なご縁だなあ。あら、どうしてなの ご迷惑いや、そんなことは。しかし、よく僕のことを覚えていましたね。そりゃ、広告見るたびに。花子はちょっとはにかんで、すぐ藤岡さんのだなってわかってたわ。それで所長さんに話したら、すぐ紹介しろって言うんですもん。ほう。 こちらです、どうぞ。突然、池村氏が振り返ったので、びっくりして立ち止まると、そう言って、傍らのビルに入っていった。見回すと、もう築地あたりまで来ているらしい。日本工学研究所とドアのすりガラスに書か,かれた部屋は、そのビルの2階だった。 中は割に広く、いくつかに仕切られている様子で、ドアからすぐの部屋は、長椅子などが置かれ、応接間といった格好である。まあ、おかけください。藤岡が勧められた椅子にかけると、花子は奥に行ったが、間もなく帰ってきたのを見ると、何か香水の瓶のようなものを、 いっぱいに並べた箱を持ってきた。ところで早速ですが、さっきの話の続きですがね。池村所長は、給仕の持ってきた番茶に一口つけると、すぐ話し出した。その画期的大発見の医療法というのは、もう大体想像がつかれたでしょうが、 吸入療法なんです。吸入といっても、あの風邪をひいた時にやる吸入とは違って、文字通り鼻からやる方法です。大体いい嗅覚というのは、感覚としては過当なものですが、発酵物質の気上粒子が鼻腔粘膜を刺激した時に受けるもんで、 ややこしい話は抜きにしますが、とにかく、いい匂いを嗅ぐと、いい気持ちになるし、嫌な匂いを嗅ぐと、めまいがする。頭の痛い時にペパーミントを用いるとスーッとする。つまりそれですよ。それを系統的に研究してですね、食欲の出る匂い。 頭痛の時にひとか鍵でぴたりと止まる匂い。さては止まりかけていた心臓が力を盛り返す匂い。そういったものができるであろうとくらいは想像されるでしょう。事実実に苦心はしましたが、約十種類ほどがここにできています。そう言ってちらりと傍らの箱に目をやると、 また続けて。ところが、調べられたところによると、大体いい発光物質というのは4万種からあり、物質構造の化学式の似ているものは、匂いも似ているかというと、そうでもなく、ともかくおびただしい匂いがあるんです。それでありながら、匂いの名前というのがまるでないんです。 ヘンニングは、方向性、花用、果実用、樹脂用、消臭用、腐敗性の六種に分けたきり、ツワルデ・マーケルにしても九種に分けたきりです。大体匂いというものは、西洋よりも東洋の方に発達していて、それは行動なんぞというものがあり、 現始項の組項といったようなものが行われていることからもわかるでしょう。結論から申しますと、俗に気なくさいと言いますね。あれですよ。あれは匂いに関する珍しい言葉です。そのように、一言で匂いを表現するような言葉が欲しい。そういう言葉を作りたいと思うんです。 なるほど。お話を聞いていると面白いですね。しかし、言葉を作るなんていうのは、なかなか一朝一夕には難しいでしょう。藤岡がやっと言葉を挟んだ。無論そうですよ。だからそれはどんどん宣伝しなければいかんし、今のところ適当な言葉がないので、 仮に一号二号という番号をつけて読んでいるわけです。だが、どう考えても、一号二号なんて無風流極まる話でしてね。バラの匂いが三百二十三号なんぞというのは、ぶち壊しですよ。薄紫、紅柄などと、色の方にはいい名がありますね。 それを考えていただきたいのが一つ。それから、ここに資生品のできている、いわゆる吸入療法剤の宣伝文案を込めた広告の制作、ということをお願いしたいのです。それがまあ、ご足労を願った次第なんですが、いかがでしょう。ははあ、これいかが花子が、 箱の中から五号と書か,かれた瓶を取り出した。それは、ちょうど香水をかける噴霧器のようなものに入った緑色の液体で、藤岡があっと思っている間に、鼻先めがけてチュッチュッとかけられてしまったのである。ああ、びっくりした。どうですの別に、いい匂いですね。 確かに嫌な匂いではなかったが、藤岡はその匂いが胃の腑にまで染み通っていくような感じがした。これは食欲更新と消化促進を兼ねた、つまり昔の胃腸薬の代わりになる匂いよ。花子は目をパチパチさせている藤岡の横顔を面白そうに見ながら説明した。 なるほど。聞きますね。藤岡は、やっと安心して、匂いの染み通っていった溝落ちのあたりを、そっとさすってみた。四。その日から、藤岡自身がすっかり、この吸入療法のファンになってしまったのである。注射のように痛くもないし、 薬のように目を白黒して飲む世話もない。目薬を刺すよりも簡単に、歩きながらでも、話しながらでも、映画を見ながらでも、いとも手軽に行える療法である。第九号と仮に付けられた肺病の薬にしても、今までその病気に対して効く薬がないとされていたのは、 何しろ病気を起こしているその幹部に直接に薬をやる方法がなかったからで、この吸入療法で第9号の匂いを用いれば鼻から一直線の幹部に直接作用することができるのだから、かえって一番扱いやすい病気である、という池村所長の説明を聞けば、誠に最も先般なことであった。 その上、花子の並々ならぬ行為が、若い藤岡を、なお一層張り切らせた。池村所長の話では、どうせこちらの仕事は片手間ぐらいのものであろうし、都合のいい時間に来て手伝ってくれればいいのだ、ということだったけれど、今までの仕事には、 積もり積もった倦体を感じていた頃ではあったし、気前よくおさらばをして、日本工学研究所の書員になろうかと思った。池村所長ももちろん賛成してくれたが、そんなことより、花子がその大きな目を見張って、まあ、と喜んでくれた時に、その決心が決まってしまったのである。 始めたばかりだけに、仕事はなかなか忙しかった。広告は相当派手に、毎日必ずと言っても良いくらいに出した。懸案の名前には相当困ったけれど、ともかく相当に売り込んだところで、懸案募集しては、という藤岡の案が入れられて、手始めに、胃腸薬、 結核薬、神経衰弱薬の吸入剤が売り出されることになった。それでも、大体に発酵が命の薬剤なので、長く店頭にさらされては効力に悪影響の恐れがあるという所長の説から、全然薬屋にはおろさずに、直接販売の方法を取ったので、広告が浸潤してくるに従って、 発想部は文字通り目の回るような騒ぎだった。これも我が広告の効き目かと思うと、藤岡自身もまんざらではなく、手すきには力仕事の発想も手伝うという張り切り方だったのである。しかも一度買った人は必ず続いて注文してきた。発想が待ちきれずに、 直接買いに来るものも日増しに増えてくるといったありさまであった。藤岡もこの春頃から自分でも少し神経衰弱気味だったとは思っていたが、この研究所の七号、つまり神経衰弱用を使ってみると、思ったより具合がいいのだ。元来薬屋というものは、 自分のところのはあまり用いないものだけれど、前にいたところでも、ついちょうや薬を盛んに広告しながらとうとう一度も飲んだことがなかったくらいである。が、ここの七号ばかりは本当に効くらしい。忙しくてグロッキーになった時でも、ちょっと人ぎすると、 途端に精神な気力が湧き上がってくるのである。藤岡はいよいよ自信を持って広告を書いた。海を越えての注文も来るようになった。はじめはスイスにある国際交流協会にサンプルを送っていたのだが、いつしか船便のあるたびに、一コリ二コリと欠か,かさず注文がそこから来るようになった。 池村所長は、なるほどこんなことを考えつきそうな、ちょっと日本人離れの下高い鼻をうごめかして、その国際交流協会宛ての発想は、いかに忙しい時でも、自分で吟味したものでなければ承知しないという喜びようであった。五。よう聞き覚えのある声に、 ふっとその方を見ると、研究所の直接販売所のカウンターの向こうに、ひときわ背の高い栗山金一が、ニヤニヤ笑いを見せながら立っていた。しばらくだなあ。藤岡も思わず放送を手伝っていた手を止めて近づいた。栗山は中学時代の同級生だった。 妙なところにいるんだね。妙なとはご挨拶だな。買いに来たんかい引いてやるぜ。昔のよしみでね。じゃあ一つもらうかな。何にする何でもいいよ。何でもいいって、そんなのないぜ。頭が痛いとか、腹が悪いとか。じゃあ頭にするか。 変な奴だな、相変わらず。栗山が学生時代から変わり者だったのをはっきり思い出した。ところで、ちょうどいいや。久しぶりにお茶でもどうだ出られるかい出られる。ちょうど暇だったんで手伝っていたんだから。藤岡は自分の本職は放送係ではないことをちょっと示して、 すぐ上着を引っ掛けてきた。すぐ付近の喫茶店のスプリングの緩んだ椅子にかけると、藤岡は例の七号をちょっと一鍵しておいた。これさえ嗅いでおけば、口の悪い栗山を向こうにしても平気である。しかし栗山は、それを横目でちらっと一別したきり、何かしきりに考え込んでいる様子だった。 そして、コーヒーが運ばれてくると、やっと思い出したように。幸い君がいたんで都合がいいが。なんだい改まって。ちょっとあの日本工学研究所というやつの内容が知りたいんだがね。変だね。調べられるみたいだな。早く言えばそうさ。へえ。 それはまたどういうわけさ。君は更新所みたいなことをしてんのかいまあそうだ。私立探偵をやっているんでね。君が藤岡は神経衰弱用の七号をもう一鍵した。しかし栗山は平気で、だいぶ広告をするようだね。うん。 しかし古代広告にはならんだろう。現に聞くのは事実だし、その辺は僕も飲み込んでいるつもりだが。ああ、君が広告をやっているのか。それならなお好都合だ。そうさ、古代広告とは言えないよ。非常に巧みな広告だがね。それで、いや、なんでもないがね。 ちょっと聞きたいのは、この広告には必ずこの薬瓶の写真が入っているね。うん、親父の好みで。ところが、時々そうだね。一週間に一遍から時として二度ぐらいの時もあるが、その広告の薬瓶のラベルの隅に、丸だの、二重丸だの、星だののの印がついているね。 へえ、よく注意したもんだね。いかにもその通り、実物にはそんな印はないんだが、広告をたくさん出すんで、ちょっとした心覚えに、時々所長が自分で、僕の広告原稿に符号をつけるんだが。そうか、所長がやるんか。確か、池村章二郎と言ったね。すまないが。 今度そんな印のついた薬瓶があったら、そっと僕にくれないかお礼はする。礼なんかいらんよ。しかし、どういうわけなんだいそれは。軽々しくは言えない。全然見当違いかもしれないからね。もし間違いでなければ、今朝の新聞の広告には、 黒丸の印のついたのがあったから必ず出ると思うんだけど突然現れた旧友の栗山は謎めいた言葉を吐くと住所のすってある名刺を一枚置いてさっさと帰ってしまった藤岡はあぜんとして研究所に帰ってくると発送部は相変わらず猫の手も借りたい忙しさで その中で池村所長もワイシャツの袖をまくり上げて発送の品を得り分けていた。それは午後の瓶で船に乗るスイスイのものだった。大変ですね、手伝いましょう。藤岡も急いで上着を脱いでパッキングを詰めにかかった。パッキングをぐっと押し込んだとき、 くりっと抜けそうになった瓶を見ると、あ、思わず出かかった言葉を危うく飲み込んだ。その瓶の張り紙には明らかにゴム印か何かで黒丸の印が広告写真通りに打たれてあったのである。藤岡は手早くそれをズボンのポケットに滑り込ませてしまった。 六。栗山のアパートはすぐわかった。よう。ノックすると、その響きに応ずるように顔を出した。私立探偵と自称する栗山は、今まで寝転んで本でも読んでいたらしく、寝癖のついた頭を撫でながら。よく来たね。さあ、上がってくれたまえ。 さっきは湿気。早速だがね、これを持ってきたよ。どれうん、やっぱりあったかい。送り先はスイス、スイスの国際交領協会というお得意だ。なに、スイス栗山は一膝乗り出すと、いよいよ臭いなあ、と、 その黒い印のついた薬瓶を丁寧に取り上げた。しばらくはそうして覗いてみたり匂いを嗅いでみたりしていたが、やがてナイフで貼り紙をそっと剥がしにかかった。その貼り紙はごく薄塗りだったと見えて、ペリペリッと音を立ててすぐに剥げた。しかし、 裏は何の変わりもない真っ白であった。ふふん。どうしたんだい一体。藤岡が口を挟んだ。そして、例の七号を嗅ごうとすると。ちょっとそれを嗅ぐのはやめたまえ。どうしてとにかくよくないよ。それにはコカインが相当に入っている。 さっき買ってきたのを分析してもらったんだが、コカインが必要以上に入っているんだ。だから君は、きっともうコカイン中毒を起こしているんだぞ。え、コカイン中毒そうさ。だからちょいちょいそれを吸入しないと頭がぼんやりするんだ。しかし、あそこに勤めているせいか、 匂いなんかとてもよくわかるんだが、それそれ、それが第一コカイン中毒の初期症状じゃないか。嗅覚が病的に鋭敏になるんだ。それが過ぎれば麻痺する。だが、だがもクソもないよ。コカインは無臭だからわからないんだが、そんなもんを一日に何度も、 しかも毎日続けていたら中毒するのが当たり前さ。日本工学研究所というのは、つまり、コカイン中毒者製造所なんだ。な、なぜそんなことを。日本中にコカイン中毒者を蔓延させようと言うんだろう。恐るべき陰謀さ。薬にかこつけて、 日本民族を根本から排出者にしようとしているんだ。日本人が全部コカイン中毒者になった姿を想像してみたまえ。実に大陰謀だ。しかもそれが君の巧みな広告のおかげで、着々と実行されつつあるんだ。一般の薬屋に出さないのも、この辺に理由があるに相違ない。 栗山は真剣な顔であった。しかし君、なるほどコカインは入っているかもしれないが、そんな大それたスパイというような。藤岡が困ったように弁解すると、栗山はなお一層声を荒げて、だからいかんと言うんだ。どんと机を叩いた途端。 机の端にあった問題の薬瓶が倒れ、あっという間に剥がしておいた貼り紙をべったりと濡らしてしまった。と同時に、今まで真っ白だったその裏に、まるで浮き出し模様のように細かい数字の羅列が骨然と現れてきたのである。確かにそれは暗号数字だった。 なるほどね。しばらく経ってから、栗山がつぶやくように言った。隠しインクだったんだね。この薬瓶の中の液をつけると現れるとは知らなかった。これだけは怪我の巧妙さ。しかし、これまで見たら君だって頷けるだろう。池村庄二郎は、 僕の調べによると、あの花の物語っているように、根血児なんだぜ。そして、こんな方法で、スイスの国際綱領協会とやらいう仮面のスパイ本部と連絡を取っていたんだ。だが新聞の広告とはうまいことを考えたもんだ。一方では国民にコカイン中毒を宣伝し、 一方では新聞はそのまま暗号の広告を載せて大いばりで外国へ行くし、一石二鳥だ。向こうでは新聞の日付と広告のマークとを見て、その日に積み出された薬瓶の中から、そのマークのあるものだけを抜き取ればいいんだからね。マークが時々違ったのも、その辺をごまかす手段だったんだろう。 藤岡は、ついに一言もなかった。ただ、そう言われて思い当たることは、スイス向けの発想にだけは、何を置いても池村が立ち会ったことと、吸入薬が一度買ったものは、必ず後を注文してくる魔力を持っていることであった。最後に、打足を加えるならば、 池村章二郎は、その夜のうちに捕らえられたこと。それから、栗山の尽力で藤岡は無事に新しい仕事に就いたこと。もう一つは、貝花子が、間もなく生を藤岡と変えることになったことである。